地震ですか？いや、地震にしては妙な揺れだったな。あ、坊ちゃん、あそこにいるのは。ヒエガ、まさか地下で。やはり落馬王か。はい、神の目を設置した際の微量のエネルギー漏れが原因です。問題はあるか？いえ、そちらに関してはすでに対処しました。しかしこれで随分と遅れが出るな。この遅れが我々を追跡してくる者たちに猶予を与えてしまいますね。それについては問題ない。追っ手が来たとしても相手の予想はついている。そのためのあいつだ。しかしそれにも問題が。人質のマリアンが自害を図りました。バカな、マリアンが自害、そんな。って怪我聞いていたのか。全く面倒くさいやつだ。やめろリオン、お前ではヒューゴ様の相手にならない。バルク、貴様。どうしてあなたがそれを。まだ私の力が分かっていないよう。やはりそれがお前の限界か。黙れヒューゴ、僕は絶対に貴様を許さない。お前の実力をもう一度見定めてやる。今後のことも考えてな。本気で行くぞ。すぐ楽にしてやろう。リオン、お前は私によって生かされている。それを忘れるな。よかった。どこに行ったかと思ったよ。このような立派なお屋敷で、あなたのような立派な人をお世話して、私本当に幸せでした。ありがとう、エミリオ。何を言い出すんだ、マリア。どこへ行くんだ。さようなら。待ってくれマリアン。体が動かない。待ってくれ。僕は一体。坊ちゃん、気がつきましたか。ここは飛行竜の倉庫です。それで覚えていますか。そうか、僕はヒューゴにあの後ここに押し込められてもう5日ぐらい経つと思います。坊ちゃん、ずっと目覚めないから。僕シャル、心配かけてすまなかった。それにしてもなんて様だ。そんなことありませんよ。相手があいつじゃ。本当に自分が情けない。シャルと一緒なら無敵とか、一人前の男になるためだと言って名を変えてみたり、素性を打ち明けないのは姉のためだと思ってみたり、結局いつも自分に都合のいいことばかりを考える。自分を責めないでください。何が王国客員剣士だ。たった一人の人すら僕は守れなかったんだぞ。クソ。
なぜ僕はこんなに臆病で嘘つきなんだ。なぜ僕はこんな非力なんだ。坊ちゃん、目が覚めたようだな。盾、準備が整ったぞ。盾だと？何を言っているんだ。僕がお前に従う理由はもうない。マリアンは？マリアンは生きている。何？お前は運がいい。お前にはやってもらわねばならぬことができたのでな。マリアンにはまだ生きてもらうことにした。本当なのか？マリアンは生きているんだな。信じるか信じないかはお前の好きにさせてやる。マリアンに会えるのか？調子に乗るな。生きていることさえ分かれば十分だろう。だが助かった命もお前の態度次第だ。どうやらお前の仲間が我々を追ってきたようだ。スタンたちが？分かっているな、リオン。もし私を裏切ったり、お前が仲間に屈したその時、お前の大事なマリアンが。いちいち言われなくても分かっている。それを決して忘れるな。シャル、お前はどうする？マリアンが生きていると分かった時から僕は決心した。お前はまだ引き返せる。無理に付き合う必要はない。何を言うんですか。僕たちはいつも一緒じゃないですか。今さら僕が必要ないと言ったら僕だって怒りますよ。そうか、頼むぞシャル。はい。全てを失ったとしてもマリアン、僕が君を守り。